はい、どうも皆さん、こんにちは。モーシンです。 今回の動画ではちょっと番外編ということで、まあ以前のですね、高橋南さんとのコラボ動画でも言ったかもしれませんが、僕がですね、そのプライバシーを保護するようなプロジェクトにですね、今は注目しているっていうのを大体半年ぐらい前ですかね、お伝えしていたんですが、まあそのいろいろですね、プライバシーを保護する銘柄っていうのはあるんですが、その中で一つレイルガンっていうですね、プロジェクトがありまして、ここがまあそのセグメントではですね、リードしているっていうプロジェクトになりますので、これをちょっとね、サクッとご紹介したいなというふうに思っています。 でまずはですね僕がなぜそのプライバシーを、ね、保護するような技術に注目しているかっていうところからですねまず入っていきたいと思うんですが。<music> こちらのニュースちょっとね見ていただきたいんですがこれワイヤードのですね2022年の7月の19日に出たニュースなんですねえブロックチェーンの匿名性が失われる NFT が浮き彫りにしたセキュリティ面での課題ということで僕も当時ね NFT のことをいろいろ触っていた中でこれはちょっと嫌だなって思うことがあったのでそこからねいろいろ調べていくとここにたどり着いたということなんですね、えー、何かというといわゆるデジタルアートの NFT がすごいね昨年まあその2年前からですね 流行って,きて,てでそのデジタルハートの NFT を、まあ、PFP 要は SNS なんかのプロフィールにねこう設定したりとかっていうのが結構流行りましたよねでその時に僕もすごく違和感感じたしあのここのニュースの中でもですね 取り上げられているブロックチェーンの匿名性ということなんですけれども要はオープンシーとかで NFT を売買しているとそのオープンシーのアカウントのアドレスっていうのはですねまあ表示されるわけなんですよねで、その NFT を持っているっていうのとアカウントが紐付けられてしまうそしてその NFT を持っているのが僕っていうふうに紐付けられてしまうと僕イコールこのアドレスっていうところがまあ紐付いてしまうと特定されてしまうということなんですよねえ、そうなるとそのアドレスがどんな動きをしているか例えばどんな NFT を持っているかえどれぐらい送金したの のかかっってていいうううが全部しまととこなんですよねじゃあなんでこれまでそんなに問題になってなかったかっていうとなんですよねなので問題にはならなかったんですがまあ大きなところで言うとイーサリアムとかバイナンスチェーンとかですねポリゴンとか、まあ、そういったようなまあ流動性があったりとか開発者がいたりとかユーザーがいるチェーンっていうのは基本的にプライバシーっていう観点では、えー、組み込まれていないんですよねでこれはブロックチェーンをね、まあ、公平で検証可能なもの にするっていう一応その概念的にはですねすごく重要なもので、えー、一般に広く公開されて誰でも見れるようにするっていうのはね、えー、そもそものブロックチェーンの思想なわけなんですけれども、えー、ただしそこの弱点としては持ち主が一度、えー、特定されてしまうと資産の状況とかの隠しようがなくなってしまうということなんですよね、まあ、さっき言ったようにトランザクションの量ももちろんわかるし送信者誰に送ったかっていうのもわかるし受信者のアドレスもわかるし、えー、今どれぐらい残高があるのかっていうのもですね てて公開されてしまうわけで、すねでそれがブロックチェーンなんで一生改ざんされずにずっと残っていくということになります。なので、まあ簡単に言うと、クレジットカードの取引履歴や銀行の通帳が公開されていて、名前のところはもう空欄になってますよと匿名になってますよっていう風な状況なんですよね。なので、この空欄になっている銀行通帳と僕が紐付けられたら大変なことになるよねっていうことで、えー、まあプライバシーの観点では結構ですね、あの問題になってきているということなんですよね。で、もうすでに DeFi だったりとか NFT とかゲームファイがですね大流行している中でこのプライバシー保護に関する技術開発っていうのはどんどん進められてきているっていうのが今,今の現状なんですよね、まあ、その中で特に注目されていてその業界をですねリードしているレイルガンっていうプロジェクトがあるんですけど今日はまあこのプロジェクトについてですね見ていきたいと思います。<music> はい、こちらがレイルガンの、えー、と公式ホームページなんですけど、無理やり Google 翻訳で日本語訳にしてますので、変なところがあったらまた皆さんでね、調べていただきたいと思うんですが、まあ、このレイルガンっていうのは特定のブロックチェーン上の保有資産とか DeFi の利用等を含む取引内容をですね、オンチェーンから読み取れないようにするプロトコルなんですね。でこのレイルガンを利用すると、まあ、このパブリックチェーンですよね、みんなが見れるパブリックチェーンのセキュリティを保ったまま、資産、取引状況のプライバシーを保護することが で、きるるといいう仕組みになっているんですねでこのレイルガンは、一連のプライバシー機能が備わったプロトコル全体のですね、名称を指しまして、自身のウォレットから、このレイルガンプロトコルに暗号資産を送金して利用していくっていうことなんですね。まあ一応このレイルガンのウォレットみたいなものがあって、そのウォレットの中に送金することで、その後のプライバシーっていうのは保護されると、まあそういう風な仕組みですね。またそそののののレールガン上で管理していいる資産とうはかアウトの情報も非公開、まあ、追跡不可 にすることができるということで、まあ、このメリットとしては先ほど言ったまあ取引履歴を保護するということがあるんですがえ冒頭言った通りですね例えば DEX でガンガントレードやっている DeFi サービスでガンガンこうシステマティックにです、ね、投資をやっているっていう方からすると自分の,この取引戦略がバレたくないっていうのがです、ね、やっぱりあるわけですよねなのでそういったチェーンに残っている履歴から自分の取引戦略が推測されてしまうことも防ぐことができるという、まあ、そういう風なメリットがあるということですねなののででで通常のボレットでできていること レールガン上でそのままできるようになっていて、まあ、利便性も高くその上で、えー、プライバシーが保護されるということから、まあ、このレールガンに関しては注目されているという状況となっています。<music> 続いて、レイルガンの仕組みなんですけど、こちらですね、クリプトタイムスさんの方ですごい分かりやすくまとめられているので、これちょっとね、参考にしていきたいと思うんですが、レイルガンは 0z 系アドレスと呼ばれるプライベートアドレスが提供されるんですよね。で、そこにメタマスクなどの外部ウォレットからそのアドレスに送金することで、プライバシー機能の恩恵を受けられるようになるということですね。で、その送金した後っていうのは、レイルガン上のプライベートバランスっていうウォレットにですね、え残高が表示されて、えー、ERC20 のトークン、まあ、イーサレム系のトークン、 トークンだったりとか NFT を非公開にできるるっていう感じになるんですねで残高に関してはこのレールウェイっていうですね、まあ、ウォレットがあってこのウォレットで確認することができるということで、えーまあ、ダウンロードデスクトップ版だったりとかあとはモバイルアプリですね iOS とか Android 版がすでにリリースされていると、まあ、これをダウンロードして、えー、自分でですねそのプライバシーを保護された環境下の中で管理していくっていう形になるわけですねでそれを可能にしているのがこちら、まあ、ホームページにも書かれてあるんですが ZKSNARKS っていう ですすね技術が使われています、まあ、これについて簡単にねちょっと少し触れていくんですけど ZK っていうのはえゼロノーレッジプルーフ、まあ、いわゆるゼロ知識証明と呼ばれている技術ですね、えー、これ1985年にですね最初に定式化された理論なんですけれどもまあなんかとっつきにくい言葉ですよね、はい、もうこれ簡単にね誰でもわかる言葉で言っていくと例えばですね皆さんが何かゲームをやっているとするしますよねでそのゲームがなかなか攻略できずに、まあ、クリアできずにこのゲームの攻略方法 欲ししいいいなっっててう,うに思っていたとしますよ、ね、でそこに、えー、攻略法を知ってるから売ってやるぞっていう人が、まあ、現れたとしますでその時に、まあ、お金を払ってその情報をね買わないといけないわけなんですけどこの人は本当に正しい攻略法を持っているかどうかっていうことになるわけなんですけれども通常考えるとそれっていうのはもう情報を渡してくれてそれをやってみないとわからないということになるわけですよねでもこのゼロ知識証明技術っていうのを使えば攻略法の詳細を明らかに にせずにある方法でその成績を達成した事実っていうのを、えー、証明することができるんですねまあ本当にざっくり言うとこんな感じですつまりゼロ知識のゼロっていうのは本当に知識の中身なしでも内容を証明することができるっていう意味のゼロなんですよね、えー、つまりこの zk snarks っていうのを使用するとトークンを使用する権利があるつまり十分な残高があるっていうことを完全に相手にですね非公開で証明することができるっていうことになるわけですねでこの zk snarks っていう技術に関しては プライバシー保護技術としてすでにイーサリアムにも実装されているんですけれども、えー、これらゼロ知識証明の技術に関しては次世代のプライバシー強化技術としてすで、まあ、に注目がされていて、えー、まあ仮想通貨やブロックチェーン技術のプライバシーそれからスケーラビリティインターベペラビリティ、まあ、相互運用性ですね、まあ、そういったようなさまざまな課題を解決するということで、まあ、将来的に期待されている技術になるわけですねということでまあちょっと話を戻すとこのレールガンのこういった技術によって,、えー全ての コンセンンセサスととプライバシーーが保護されれたチェーンにによよって行行わるるううなことととがでできるるよううになるというここすねでこのレールガンに関しては、まあ、冒頭も言った通りですね ERC20、まあ、イーサリアム系のトークンおよびすべての企画の NFT に対応していますこれらのトークンをプライベートバランス内で非公開で保護したりとかえプライベートスワップっていうのができて、まあ、いろんなあらゆるですね ERC20 のトークンを非公開でスワップしたりとかっていうこともできるんですねあとはプライベート DeFi っていうのもできて レールガンに統合されたプロジェクトに非公開で参加したりすることができるということですねそれからまた他のまあ、レールガンのプロジェクトを使っている方のアドレスさっきの 0Z 系アドレスっていうのがあるんですけどまあそのアドレスにですねプライベートで送金することで外からは見えないようにするとまあ、そういったこともできるようになるということですねでこのレールガンまたもう一つ注目されているポイントとしては完全な DAO で運営されています一応財団はあるんですけれども、えー、組織としては DAO で形成されていますなので特定の会 会社とかはなないい形になっていますでレイルガンのトークンであるレイル r a i l ですねこのトークンがあるんですけど DAO のガバナンストークンという位置づけになっているのでこのトークンを保有してステーキングすることによって今後の方針に対してですね、まあ、あの投票したりとか運営に参加していくこともできるということになっています。 じゃあここからレイルガンの強みに関して見ていきたいと思いますここまでまあ技術的な話であそういうことができるんだっていうことがですね分かったかと思うんですけれどもただこのレイルガン本当に大丈夫なのかっていうね、えー、そういった不安感もあるかなと思います特にこのトークンに関しては時価総額ランキング確かに今、えー、3000位ぐらいだったと思うんですよねなのでまだまだ本当に草コインみたいな位置づけにはなるんですけどただプロジェクトとしてはしっかりしてますよとなのでまあ強みのところをですね見ていくんですけどまあこれいろんなですねチェーンに対応していないと利便性が悪い いうわけなんですけれどもこのレールガンに関してはイーサリアムそれからバイナンスマートチェーンですねそれからポリゴンにももうすでに対応していますそしてですね今日2月の14日なんですけどアービトラムにもですね対応することが発表されましたこちらですねはい、今日のツイートなんですけどアービトラムのネットワークにも対応することが発表されていて約270倍のガスが節約されることが分かりましたみたいな発表もされていますねはい、これによってコインマーケットキャップで見ていくと今日のですねこの発表された直後 からね一気にね価格がまあ急上昇したりとかっていう動きもありますが、まあ、全体で見ると、まあ、直近はねやっぱあの全体的に上がっているんですけれども、えーまあ、全体で見るとまだまだですね最高値は遠くて、えー、まあ今底固めして上がってきてるかなっていう状況ですちょっとね後で、えー、テクニカルは見ていきたいと思います、まあ、なので利便性めちゃめちゃ高いっていうところもやっぱりレールガンの強みかなと思いますで今このプライバシーを保護するプロジェクトっていうのはまあちょこちょこですね出てきているわけなんですが、えー、そのいろんなねプロジェクトがある中で、えー、このレール ガンは唯一 nft をサポートしているとこの点も非常に大きなポイントなんじゃないかなと思いますそれからもう一つですね注目のポイントとしては2022年の1月にデジタルカレンシーグループから1000万ドルの投資を受けてレールガン DAO と戦略的なパートナーシップを結んでいるんですね直近ではまあデジタルカレンシーグループいろいろね話題にはなっていますけれどもやっぱり業界大手のこういった大きな企業から出資を受けているっていうところも一つね信頼感を得るポイントにはなるんじゃないかなと思います、まあ、実際この デジタルカレンシーグループとパートナーシップを結んで DeFi にプライバシープロトコルを取り入れたということで、まあ、2022年もですね初めの方に結構、ね、話題になったということですねで僕もこれいろいろ調べていったんですけどこのレイルガンの取得技術に関してはですね他で研究されているものと比べて圧倒的に進んでいるっていうことがね今言われているようですね数年レベルでリードしているみたいなね言っている方もいるぐらい今後の動向がですね、まあ、注目されているということになっているようですね はい。ということで、ちょっと最後にですね、価格の動向だけ見ていきたいと思うんですが、これはレイルガン、テザーですね、一応コイン X っていうところでですね、上場がされています。まだその大きなティア1のような、えっ、ー、と、まあ、バイナンスとか、大きなバイビット、メックス OKX はそういうところにはですね、まだ上場はされていないという状況なんですが、えー、直近ではですね、まあ大きなこう加工傾向でずっとこう安値をですね、えー、探っていたという状況となります。で、去年のですね、まあ、11月頃にそこを打ってですね、そこから徐々に上がって 来ていると、まあ、こういう放物線を描くようなお椀型のですねいわゆるソーサーボトムって言われるようなチャートパターンを作って上昇してきていると直近ではこの移動平均線ゴールデンクロスをした中で、えー、ここのですね下げ前水準ですねここを突破して、まあ、3回ね、えー、上に行けないという風な動向も作ってますけれどもえー、下からの移動平均線のゴールデンクロスに支えられて、まあ、テクニカル的には非常に強い状況にはなっているんじゃないかなと思います、まあ、その中でこの1ドルのところですねここの水平線っていうのはかなり意識されているかなと思いますので、えー、今後、 その1ドルを超えるかどうか、まあおそらく今の移動平均線の形だとサポートされて超えていってもおかしくないんじゃないかなとは思っていますが、まあ、いずれにしてもさ過去最高値がですねこの辺りあの5ドルぐらいなんですよね。でそこから比べるとまあ今0.8ドルということなのでまだまあ安い水準ではあるんじゃないかなと思っています。まあ、ただあとは出来高ですよね。えー、やっぱり直近ずっとこの横ばいが続いていてなかなか出来高も上がってこないということなんですが、今後いろいろこうプロモーションもですねどんどんやっていくっていうことがね発表されていますので、えー、そういった。 とここととろをを含めると、まあ、徐々にです、ね、認知度を拡大しはい、ということで、今回は、レイルガンっていうプロジェクトについてですね、解説してきました。まあ一応僕も最近ですね、草コインをね、ちょこちょこ調べたりはしているんですけど、やっぱりまあ、時価総額3000円とかになってくると、草コインの中でもね、本当にプロジェクトもなんもないような、まあ、いわゆるミームコインのようなトークがですね、もうバーって並んでいるような状況なんですけど、まあその中で、ちゃんとですね、プロジェクトが進んでいるこの のレールガンそしてこのプロジェクトをやろうとしていることっていうのは今やっぱり今後のですね,ねニーズにマッチしてくるような技術ということで僕もねちょっと注目しているのでご紹介させていただきました、まあ、今後ブロックチェーンがですね社会に浸透していく中で給与の計算とか企業の財務状況財務データを保護したりとかっていうことで、まあ、注目度はねあの実社会にこう浸透していく中でも増してくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていますということでまあこんな感じでまたいいですね注目のプロジェクトがあれば取り上げていきたいなというふうに 思っていますということで今回の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。